おいどごはんの時間が来ました。イエイ。はい、今回はですね、神奈川県の大和市までやってきました。大和、はい、まあ本当に大和よく行くんですけども、うん、ね、はい、さらに、うん、いつもよく行く丸亀製麺行ってきましたよ。何を、今回は史上一番人気と言われているなんかうどんが、はい、そうだね、めっちゃ気になる、うん、復刻っていうことで、はい、行ってきました。はい、行ってきます。ゴー。じゃじゃん、丸亀製麺。はい、もう見慣れてますよ。見慣れてます。見慣れております。ここ本当いいのは、うん、もう駐車場がめっちゃ広いんですよ。ああ、それポイントだよね、うん、絶対、うん、まあ、隣にね、リサイクルショップもあるんで、うん、それを行った後に、それもポイントですし、うん、でこの打ち立ての持ち帰りも始めたということで、あ、そうなんだ、うん、何回かね食べたことあるからね、うん、でもこの打ち立てっていうのがいいですよね。いいよね、うん、本当になかなか食べられないじゃないですか。食べられないよ、そんな、うん、はい、行きましょう。入ってすぐに、うん、まずは消毒。なるほど、うん、でその奥にね、うん、この小麦が置いてあるんですよ。あ、ちゃんと売ってるもんね、うん、店でね。ここのお店は本当広々してて気持ちいいですよね。これです、うん、鬼おろし肉ぶっかけ復刻一番人気、歴代冷やしうどんの中で一番人気。すごいな、これは美味しそう、うん、でもこんな感じでね、うん、もう覆ってありますね、ちゃんと対策が、うんうん、もう迷わずこれだけですよ、うん、そうね、でこんな感じでね、うん、あの、まあ、時間帯も時間帯だったんで、うん、結構空いてたんですけども、うん、ここはちょっと座れませんと、あ、うん、なるほど、うん、そんな感じになってましたね、うん、これも保たれて、はい、うん、でもうこの雪国舞茸、ネーミングがずるいな、すごい、そうなんだよね、この舞茸はなんか好きなんで、うん、やっぱりこう目がいってしまいますよ、うん、あ、やっぱりいったみたいな、そんな感じで、ネーミングいいですね、はい、あ、うまそうじゃん、うん、これ最初肉、あ、で、これが別ね、別盛りなんだ。いや、もうこれだけでうまいから、うん、やっぱり行きますよ、あ、そうね、やっぱり行かなくちゃね、でかいね、これでかい、でかい、本当に何か、そうそう、丸亀製麺ね、一口でいけないよ、うん、自分が無理なぐらいですから、うん、もう我々はやばいです。はい、ということで、いや、これうまそうだな、これ美味しそうだね、うん、これにさらに、うん、鬼おろし、うん、ね、確かにこれね、うん、大根と鬼おろしにした方がうまいですよね、食感がね、うん、さっくりとしてで、しかもこのでかい舞茸、うん、これだけでも本当にお腹いっぱいになるぐらいね、うん、かけていきます。あ、豪快にいきましょう、ちょっとなんかあれじゃない、沖縄のさ、沖縄ぜんざいっぽく見えてる、ね、あ、確かに確かに、うん、あ、これはいいわ、うん、これからの季節で、これは、うん、あの天ぷら用、うん、あ、だしもらってきました。なるほど、お茶が、ね、俺もにもお茶かと思った。お茶っぽいよ、うん、今の、うん、なるほどね、これ美味しそうだな、いただきます、うん、レンゲもね、あるんですけども、うんうんうん、もうレンゲなしで、そうね、肉、うん、汁がもうね、結構鬼おろしの量が多いね。多いです。しかもね、うん。あらかじめ醤油かなんかかかってる感じ。そんな感じですね。なんか出汁がかかってるのが、うん、そんな感じでしたね。うん、このお肉はなんか甘辛く見えるね。すごいこう味がしっかりしてるんですよ。ああ、そんなに見えるもう気になるわこの肉の味。なるほど。うまい。ああ、そうだ。マコも気になる。気になる。うん、めっちゃうまそうと思って。もう鬼おろしとこう合わせるとちょうどいい、めっちゃうまいですね、ね、うん、この鬼おろしだけもちょっと食べてない、まあ、レンゲ持ってきたらいい話なんですけど、うんうん、あ、今は自分で見てても食べたくなった、うん、うまそうだね、うん、鬼おろしハマってるからね、私も、まあ、最近ハマってる、これネギを入れて、うん、おー、これ最高じゃないか、このネギと生姜入れると、うん、もう全然別世界なる、うん、なる、だから両方とも楽しめる凄さがあるんですよ。そうね、お肉にも合いそうだね。これは歴代1位はアクアラは見てるだろうと思いますよ、うんうん、麺長いよ、あ、もうそれだけね、長い、うん、そこは人知れず噛み切りますけど、
さて、ここでそうだ、忘れてた、これ箸で持ってるだけでまあまあ重いね。すごいでかいね、マジでかいな、すごいな、これで大きさが分かるわ。もう全然入ってない、全然口の中無理だ、想像よりさらにでかい、こんなすごいよ、すごいすごい、すごいな、これでさっきの値段って結構いいね、コスパが、すごいよ、舞茸の原型が思い出す、でもほら、さっきあんだけ入れてた、あのつゆが、本当だ、だいぶなくなってるじゃん、衣がすってさかぶりつくか、この絵は見ないの、これ本当すごかった、すごいね、すごいね、もう全部いっちゃいます、これはもう混ぜたら混ぜたほど美味しいやつ、量ある、これ普通の並盛りっていうの、いわゆるこれは普通の並盛り、いいボリューム感だね、これはね、腰も良さそう、やっぱりやどうせ食べるんだったら、マコは、あのなんですか、大盛りした方がいいと思います、大盛り行きたいね、小盛りとかね、うん、行きたい行きたい、もう、すごい満足感ありそう、いいね、美味しそう、いきました、おさまでした、はい、鬼おろし、涼しげでいいし、食感とかやっぱり風味も良さそうだね、特にあやちゃんが一番気に入るんじゃないかな、そうだよね、おろしはね、そう思います、自分とかまこが鬼おろしとか言うと細かいなって感じじゃないですか、もっと高カロリーのもん食えみたいなね、ただね、この舞茸はすごかったですよ、すごかったよね、本当にもうあのガンガゼを食べてるウニを食べてる石垣台みたいな、たとえ天才的な口に入らないようにこう言ってるね、そんな感じですね、野生味溢れてた、すごかったもん、食べた時に大きさが分かった、びっくりしたね、そう、こうやってじゃあさ食べようかなと思ったし俺口ちっちゃい遠近感ね、すごかったあれ、いやもうだってさ見てるだけで、なんかもう辛くなるぐらい腹が減りすぎて、そんぐらいうまそうだった全部が、もう肉とかもうすごかったもん、うまそうすぎて、やっぱりこの甘みのある肉と味付けがね、それにこの鬼おろしのこのさっぱりしたやつがベストマッチ、いやいやいや、でしたね、うまそうでした、またあの薬味がね、あのネギと生姜と、まあ盛り放題自分の好きなように盛れるから、あれやっぱ好きな人ガンガン入れて食べたい感じだね、入れたいよね、入れたい、めちゃくちゃうまそう、もううまそうしか言ってないけど本当にうまそうなんだもん、食べてる顔がマジすぎてはい、ということでここまでご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、それではまた。